加瀬尾さんという人がいまして、方がいまして、同い年で、やっぱり彼も卓力少年だったんですけども、だんだん自分でサーキットベンディングって市販のおもちゃとかを改造して、いろいろと演奏活動している方で、その加瀬尾さんは、非常に子どもたちに非常に人気のある黄色いネズミをですね、の人形を改造してですね、ノイズマシンにしてるんですね。子供ドン引きなんですけども、その彼が作ってるその楽器は、そのマクドナルドで売ってたオレンジピカチュウっていうおもちゃを改造して、それをテルミンみたいにいじるようにしたピカルミンというのを作ってるんですけど、これは、ピカチュウの鳴き声がするオシレーターなので、ピカオシレーターと名前ですよね。ピカオシレーターですね。ダジャレを思いついてやりたかったがために、3ヶ月ぐらいかけて作ったんですけども、そのピカオシレーターを使ってですね、黄色いネズミの虐待という曲をちょっと虐待したいと思います。